星の夜あさりです。今日は何を思ったかキーボード弾いてます。これコルグのマイクロコルグ XL ってやつで、10年ぐらい前に買ったんですかね。当時はあんまりこういい音だとは思わなかったんですけど、なんかこう久しぶりに弾いてみると悪くないですね。そうですね、普段はキーボード弾くことなくて、ロジックプロ X っていうやつ で知ってますか？それで曲を作ってるもんですから、まあこうやってキーボードを弾くってことはほとんどなくて、まあこれ今日ちょっとたまたま置いてあったんで弾いてるんですけど、この和音が好きだななんていうのをさっきから弾いてるんですけど。そうですね、一応鍵盤のあんまここは見えてないですよね。だからあんまりこうなんていうか音楽の説明になるかわかんないですけど、てかさっきから喋ってることもキーボード弾きながらあれ怪しいもんなんですけど、好きな和音の説明でもしましょうか。こういう和音好きですね。G が低音にあって、F A C E ってこれ F メジャー7なんですけど、それにこうナインスでこうなんですかベースを乗せるのが好きです。で例えばこっから半音上に上がるんだけど、ベース音はこう。E フラットに行って E フラットマイナーナイスになるとかで、また、こんな感じの輪に戻るみたいな。まあずいぶん昔バンドやってたんでこんな輪をよく弾いてました。
気づいたら入ってましたね、映画に。This is the sound. Sound. Everything, I just recognized.What is this? Do feel like floating, floating. Floating out. というわけで今日何を持ったかキーボード弾いて何かもうちょっと語ってもよかったんですけど、気づいたらこんな感じで10分ぐらいキーボードを弾いて終わるというわけのわからない回になりました。まあもうちょっとこう今度は真面目にこういろいろ準備してライブしてもいいかなと思ったりした次第です。というわけで、星のアニバーサリーでした。ではまた。